なんだ、人が？はい、あれは。あ、ミスターサタン、なんであいつだけ生き残ってんの？しぶといやつだな。ほっとこほっとこ。いや、一緒に連れて行ってやろう。俺は神の神殿から見ていた。ああ見えても根は善人なんだ。あいつはあいつなりに地球を救おうとしていた。デンデ、よく逃げ延びたな。でかしたぞ。ポポさんが僕をすぐに下界へ放り投げてくれたんです。さすがミスターポポ、素晴らしい判断だったぞ。おい、何者だ、あの顔色の悪いガキは。ほら、ガキとはなんだ。神様だぞ、神様。え、なんだって。魔人ブーだ。ブーだな。一体何を企んでるんだ。おいチビたち、俺はお前たちと戦いたい。え、なんだと。勘違いするな。貴様の相手はこの俺だ。まずチビたちと決着をつけるんだ。その後お前と戦ってやる。なんでだ、なんでそんな回りくどいことをするんだ。貴様はこの俺を倒したいんじゃなかったのか。どうしたチビたち、俺とやるのが怖いのか。なんだと、僕たちが怖がってる。今度こそやってやろうぜ、トランクス君。当たり前だぜ。待て、何か変だぞ。おかしいとは思わんか。なんで。フュージョン、はぁ。じゃじゃーん、またまたやってきたぜ、正義の死神、スーパーゴテンクスだ。あのチビのパワーとピッコロというやつの頭さえ足せば。なんだ。どうかな、ごはんくん。無事作戦成功だよ。この瞬間こそ未来においても二度と現れぬであろう最強の魔人の誕生だ。汚いぞてめえ、二人を自分に取り込むなんてよ。お前のせいだぞ。お前は絶対に最強であるはずの私より強かった。遥か遠くにお前の存在を感じた時からこの作戦は始まっていた。そこで考えたんだ。その時戦っていたスーパーゴテンクスとかいうチビを我が身に吸収すれば、どんな奴が現れたって最強の王座は揺るがないと。だがそのチビのパワーには時間が限られているらしかった。そう話していたんだ。もし吸収する瞬間に元に戻られては困るからね。次の機会を待ったんだ。再びスーパーゴテンクスとやらになるには1時間あればいいらしい。だからそれまで消えていたんだよ。くっ、そ
そういうことだったのか。どうせ吸収して一等賞になりたかったら、この俺を吸収すりゃ簡単だったのによ。ふっふっふ、何も分かってないようだな。敵もいないのに最強になってどうするんだ。前の魔人ブーが言ったはずだろう。絶対にお前をぶっ殺してやると。それが最大の目的だ。なるほど、そういうことか。納得。俺をぶっ殺してやるって。勝負を急がせてもらうぞ。吸収したスーパーゴテンクスとやらは変身時間がかなり限られているようなんでね。貴様にしては冷静な判断だ。ピッコロさんも吸収したのは正解だったようだな。二人を吸収した強さが想像以上だ。無駄だ。どうしよう、このままじゃ勝てない。どんなに戦っても無理だと悟ったか。このままじゃとてもかなわないと。あまり。ボロボロだな。もう飽きてきた。そろそろフィニッシュを決めるか。ダメだ。これじゃやられちまう。こりゃ計算違いじゃったの。しゃあない、孫悟空、お前手伝いに行ってやれ。え？いや、オラもう。そうです、ご先祖様。実は孫悟空はもう二度と現世には行けないのです。んなことは知っとるわい。代わりにわしの命をくれてやるんじゃ。それでお前は生き返れる。大海王神様の命をオラに？いけません。だったら全宇宙はもうおしまいじゃ。ではせめてこの私の命を。私もそれくらいは役に立ちたい。無理せんでいい。お前はまだ若い。わしはどうせあと千年ぐらいしか生きられんじゃろから。じいちゃん。ではさらばじゃ。すまねえ。この命絶対無駄にはしねえぞ。